まつりが話すのは、ヘイリリーです。ヘイリリー、明日の天気は？ピピ。明日は天気が良くないそうです。最低気温は19度で、雨になるでしょう。なんだよ、雨かよ。じゃあ明日は自転車じゃなくてバス通にしよう。スマホには話しかけるだけで何でも答えてくれる音声アシスト機能がある。その名はリリ。最初は面白がって使ってたけど、今ではすっかり頼りきりになってる。いちいち手で入力しなくていいのはすげえ楽だ。ヘイリリ、7時に起こして。なんて寝る前に言うだけで目覚まし時計もいらなくなった。聞き取りを間違えることもほぼゼロ。人間の耳より優秀なくらいだ。バイト仲間と行ったカラオケの帰り道、連れと別れて一人で家に向かって歩いていた。この辺りは商店街から少し外れていて、オフィスビルが多い。平日ならそこそこ賑わっているけど、今日は日曜の夜。街灯だけが点々と灯っていた。あれ？その一角で足を止めた。そこは入れないようにロープが張られ、脇にはいくつかの花束が置いてある。ああ、そうか。あのホテルって、ここか。大きなビニールシートを貼って隠しているけど、ビルの骨組みのようなものが見える。確か、先月6階建てのホテルが全焼した。かなり激しい火災だったらしく、小さな女の子を含めて、逃げ遅れた数人の人が亡くなったとか。つまり、ここで人が燃えたってことだ。興味本位でロープをまたいで中に入った。ビニールシートの中を覗き込み、スマホのライトをオンにして照らすと、中は真っ黒で崩れ落ちていた。不気味で異様な雰囲気。不謹慎だけど、めったに見られない光景だ。写真を撮ろうとスマホに触れた。その時。ピピ。いいえ、できません。急に機械的な音声が流れた。あまりに不意打ちだったから、驚いて心臓が止まりかけた。でも、なんてことはない。リリが誤って起動したらしい。無意識のうちにボタンに触れてしまって、起動してしまうのはたまにある。いいえ、できません。リリが繰り返した。画面を見ると、確かにリリが起動している。そこには、こちらから話しかけた言葉が、文字として表示されていた。連れて行って。勝手に起動することはあっても、こんな風に話しかけた文字を表示していることは珍しい。周りには誰もいない。暗くて、しんとしている。あるのは、ぽっかりと穴が開いたように焼け崩れたホテルと、いくつかの花束だけ。心臓の音が速くなっていく。リリ、お前は一体誰の声に反応したんだ？次の瞬間、リリが壊れたかのように連続で呼びかけに応じ始めた。いいえ、できません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 。大慌てでボタンを押して、リリは止まらない。スマホの画面を見ると、連れて行って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 。その場から逃げ出して、明るい通りに向かって思いっきり走った。息が切れても走り続けた。気づいたら、リリは何も言わなくなっていた。リリ、お前は一体、誰の声に反応したんだ？その答えには、
薄々感づいている。